宮迫さんが面白い形でテレビ復帰を果たしましたね。これにはある人の思いと計らいがあったようです。スポーツ報知の記事より見てみましょう。お笑いタレント雨上がり決死隊の宮迫博之が28日深夜にフジテレビで放送されたクイズピンチヒッターにテレビ電話で生出演した。昨年7月、反社会勢力との闇営業問題で吉本興業を契約解除されて以来の地上波出演で約1年半ぶりの登場となった。この番組は出題された問題に対しパネリストが普段使用している SNS のフォロワーや知り合いが回答するクイズ番組で、出演者のロンドンブーツ1号2号の田村敦氏が宮迫に電話をしてそれに答える形でテレビ電話で生出演した。この人は大物だと思う知り合いとつながってくださいという出題にロンブー敦氏が宮迫に電話。一度は留守電だったが CM 後に電話がつながった。宮迫は裏番組の芸人報道を見ていたと、かつて自分が出演していたテレビ番組名を出す自虐ネタで笑いを取った。しかし、引け目を感じているのか、テンションが低いまま対応をしていると、司会の東野浩二から、あれだけ地上波に出たいと言っていたのに、なんでそんなテンションやねん、と突っ込まれ、こういう形では出たくなかったと、ボケともわからぬ回答でスタジオを笑わせた。音声だけでやり取りをしていたが、番組スタッフや東野、ロンブー淳らから、ギャグ、宮迫ですが見たいという声が高くなった。ロンブー淳がテレビ電話に切り替え、回答席についた小型カメラにスマホ画面を振ると、どうも、宮迫ですと、いつものポーズを交えて笑顔で答えたが、番組制作側からは、ブーとの対応が出て、スタジオ内は笑いに包まれた。はい。というわけです。深夜番組とはいえ、これは結構意味のあることじゃないでしょうか。ロンブーの田村淳さんからの振りで登場というのが泣かせます。淳さんの相方、ロンブーの田村亮さんも、宮迫さん同様、闇営業の件で苦労してきたから、宮迫さんのテレビ復帰への足がかりを作ってあげたかったというところがあるのでしょう。賛否はありそうですが、淳さん、粋な計らいです。短い出演とはいえ、記事を読む限りでは、かなり笑いも取ったようですね。中田さんの YouTube チャンネル内の番組に、ウィンウィンウィンというのがあって、中田さんと宮迫さんが、毎回ゲストを招いて、本格的なテレビのトークバラエティ番組のようなことを、YouTube チャンネルでやってるコンテンツなんですが、その中で、宮迫さんが、安定の面白さを発揮しています。その番組の中で闇営業の件をいじられたりもするのですが、印象的だったのは金婚西野さんがゲストの回でその話題になった時、闇営業をせざるを得ない現状があるのと、そうなった場合反社かどうかを見分けるのはほぼ無理、宮迫さんが吊るし上げられたけど、これは宮迫さんが悪いのではなく構造上の問題という話が出たことです。宮迫さんレベルが闇営業をする必要があったのかという問題もありますが、確かに反社かどうかを見分けることは困難です。そこで西野さんが吉本芸人がネットを介し直で営業できる仕組みを作ったそうですね。吉本にも若干のマージンが入り、そこを通じて芸人に仕事を依頼する場合は反社かどうかのチェックも入るそうです。西野さん、うまい仕組みを作りましたね。最近ではトンネルズの石橋貴明さんのようにテレビで干された人が YouTube で活躍してテレビでも脚光を浴びるなんてこともありますし、来年あたりは宮迫さんの本格的なテレビ復帰もありそうに思います。今回のテレビ出演はその足がかりになったと言えそうです。とはいえ非難の声もありそうですが、皆様はどのようにお感じになりましたでしょうか。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録とベルのクリックもよかったらお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。